ティーアップの高さ、ティーの高さを高くした人いるじゃないですか、はい、ヒールに当たるんですって言ってる人いっぱいいますよね。何が良くないってあかん、あまずね、そう今回一番あかん言ってる話もあかん、ためになるな本当。これちょっとタダで出したらあかんやつやわ。俺有料でやるんやったらこの話は絶対やるよ。くらです。はようです。今回ですね、実は私の方から、まあ、マジどうでもいいことなんですけど、ご報告がありまして、皆さんにね、とうとう、私もね、お伝えしなければならないことが。なんだ？僕もとうとう、お、ついに来たか？出会いました。おお、まさか。まあまあ、かやちゃんもね、あれいつあれ今年今年ですね。今年ですよね。今年まあ、ね、伴侶と。伴侶を見つけまして。見つけて。はい。私もね、ちょっととうとう。まさかの伴侶。ええ。パートナーがついに、見つかっちゃった？長らく、ご心配、おかけいたしました。マジか！今回ですね、運命の子、二人。2人そこは先生あのアドバイスとして一つに絞った方が、いやー僕もそう思ったんですけど、2つ2ついきました。2つ1人2人2人、うん、2つ見つけましたすいませんとうとうウェッジ買いました。やったなぁウェッジ買い、いやもうそんな、でも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 そんなことないじゃない。何が先生クラブうるさいじゃない。そうだから、そうそう買えません。そうそう私気に入ったらもうなんか意外とあの一途っていうかなんかその、はい、わかんないクラブに対しては、うん、あの意外と一途で、すごい語弊のある言い方するねとんでもない語弊生んでくるねでもなんかイコールするって言うじゃないよく。まあ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 、なんかパターコロコロ変える人はとかね、はい、女コロコロ変える、ね、そう変えるみたいな、それ言い出したら俺パターエースパターがいっぱいあるんですけど全部本気みたいな、はい、全部本気なかなか変えない私が、とうとうウェッジを変えました。見たい、見せちゃう、見たい、恥ずかしいって、見たい、見せて、ま、そこをなんとか、ま、恥ずかしい、そこをなんとかでこれはね、まあ、LINE アットの方でね、え見せて、え今、今、今お願いします、今なんか LINE アットにとりあえず誘導せえって聞いてるからじゃあ LINE アットで進めへんやん今回ですね、うん、私結構いろいろ悩んでたんですよ、ウェッジで、選択肢がいくつかありました。ちなみに、まだ悩んでます。えまだ悩んでるんですただ、なかったんですよ。あ、売ってなかった。いや、あのね、なくなってしまったんです、そのウェッジが。古いって、古いっていうかなんか、いや、違うんです、新しいやつなんですけど、うん、急遽ね、販売を停止してしまったん、規定違反、いや、じゃない、普通にあのデザイナーさんがもうやめた、いや、これじゃ出されへんって一回ストップって言って。職人だな。そうやね、超職人、なんかフィギュアの原型師さんみたいな、まあ、タイガーのウェッジ作ってる人やねんけど、その人はへぇ、アーティザンゴルフっていうところのウェッジがあって、うん、それがね、ハイバウンスなのに開けるっていう。へぇ、で、まあ、ね、まあ、かよちゃんは俺のこと、うん、俺のゴルフよく知ってるから、うん、俺がどれだけローバウンス使うかはよく知ってますよね。ちなみに以前使ったウェッジがね、バウンス角が6度。おお、だいぶ。もう、あの、これ本当に人が使うんですかって言われました。ペラペラなやつ。ペラペラなやつを使ってたんですが、あの、今回ね、アーティザンを見に行った時に、ハイバウンスでも開けるって、楽やんって、うんうん。バウンスって仕事してなんぼやろって。うんうん、
俺は仕事できへん社員使うぐらいやったら、うん、自分で動くわタイプやってん、うんうんうん、そのウェッジに関して、うんうん、でも仕事どんな自分が思ってる通りの仕事せえへんのやったら自分でいいってやりたいように、ね、刃先で自分でボール直接打つから、うんうん、もうバウンスなんかなくていいよっていう感じやってんけど、うん、実際アーティザン打った時にめちゃめちゃええやんって、けど60とかしばらく入ってきませんって。あ、60度大事。本国の方からあの追加ストップかかっちゃって、切ない。最初初版のね、あの何十本か何百本か分かんないですけど、その分だけは販売されたんですが、うん、その後なくなってしまって、で今回ね、あの北海道の合宿行った時に、うんうんうん、とあるね、うん、とある生徒さんが、はいはい、ウェッジ持ってたんですよ。ほうほう、何これって、うん、いやこれいいですよって、うん、ちょっと打ってみますかって、でちょっと打っていい、打たせてもらって、うん、その時の感触がもう絵も言われる感触が忘れられずに、うん、とうとうね行ってしまいました。これ映るかな、イーデル、イーデルゴルフ、イーデル、うん、知ってます？知らない。あ、知らない、うん、そう、あんまりそんなに知られてないのよ。イーデル、うん、イーデルゴルフって、あのねパターとかがすごい有名なメーカーなんだけど、知らない。そうそう、ちょっとね変わってるウェッジで、うんうんうん、結構小ぶりなんですよ、うんうん、ヘッドは。で結構バウンスあるやつなんですけど、これもあの開けるハイバウンスというか、そういうタイプのやつなんで、ちょっと待って。ちなみにあのこれイーデルゴルフさんから提供されて宣伝でやってるわけじゃないんで、買ったんだもんね。はい。普通に普通に買った、はい。すごいかっこいいねこれ。かっこいいやろ。なんかこうこれが好き、この60とかじゃなくてさ。あ、それがね、それだけほんまに、それだけ俺ほんま文句ある。見づらい、わかりづらい、キャリーさんわかれへんやん。確かに56持ってきて、56どっちですかってなるやん。これ見してあげて。この60とこれは、56だから56度かな。そう、うん、で3つだってね、うん、DVR ウェッジと、うんうん、TRP ウェッジっていうのと、DGR ウェッジ、ソールが3種類あるんですよ。ほう。で、まあ色もね、シルバーとあとブラックもあって、うん、ブラックもある。なんでブラックにせんかったと思った、うん、このソールの形状、うん、ブラックございませんでした。あ、であのウェッジもね、先生絶対ブラック派なのにって思って。でカスタムウェッジっていうのもあって、いろんなね柄が入ったやつがあるんですよ。かっこいい。でこちらもですね、5660ですね、60がですね、ございませんでした。なのでね、ぜひね、これね、もしイーデルさん見てらっしゃいましたら、ぜひ5660の、デザインウェッジをぜひ作っていただきたい。ほんまにね、あ、俺このデザインがいいわっていうのあってんけど、え、ないやんっていう。ことごとくね、なかった。まあ、このハイバウンスの中でも私はその中でも一番開きやすい。なんてこれはどの種類にあるんですか？は TRP ウェッジっていう。TRP ウェッジ、はい、っていうモデルですね。これはバウンスが12度。これで？はい。ちなみにあの一番少ないのが12度ね。あ、え、そうなんだ。はい。私の使ってる56度はそれ16度ですね。やばいでしょ？びっくりしたやろ。え？ちなみに60度はバウンス18度です。全然見えない。見えへんでしょ。でね、いやこれは確かに開ける。他のやつは60度、22度とかあるんですよ。やばい。やばいでしょ。すごいね、画期的だわこれ。いいな。いいやろ。私も。あ、これあかんあかんあかん、これあかんやつや、これあかんやつやで。これあかんやつやで。これいいな。これあかんやつやで。これ絶対いいじゃん。これあかんあかんあかんやつや。これいいね。俺この人にウェッジ似せてやられてるんだ。マジ持ってかれちゃったか。借りる、いや借りてるだけですやっぱ長い間。長すぎる。そう、貸していただいている。永久レンタル。パクってはいない。ね、理想のインパクトができるイーデルウェッジ、うん、フェースの芯で拾える隠された緻密なヘッド設計、うん、でこれはフェースセンターでインパクトしやすい設計になってますと、うんうんうん、
で、あの丸みのあるリーディングエッジがフェースの、まあ、そうそうそう、そうそうそう、ここが丸いのね。そうそう、で開いたり閉まったりっていうのよね、うんうん、で関係なくターゲットへの意識をプレイヤーに明確にイメージさせてくれます、うんうん、で、ヒール部のいわゆる懐の部分、ヒールの懐って言ったらね、こういうエッジあるでしょ、持ってシャンクする、ここの部分、ここの部分、この懐の部分がここの距離が結構長いんですよ、懐の部分が。だからちょっとシャンク、ヒール、うん、との距離が結構あるから、シャンクしづらい。そうそうそう、しづらい。別にシャンクするわけじゃないんだけど俺で、ネックが細いのよ、ここね、本当だ、そうそう、くびれてる、そう、こう細い、こう見た時に、うん、すごい、こう見た時にすごい細い、くびれてるね、わかるかな、うん、どう見たら、多分こう見たら太いねんけど、うん、こう見たらすごい細いって話、わかる？ああ、わかるわかる、こう見たら太いでしょ、うん、細い。だから振り抜く方向に対して細くなってるから、芝とか砂の抵抗全然ないね、うん、スッパー振り、だから振り抜きがいい、うん、ソールで振り抜きがいいってよく言うけど、うん、ネックで振り抜きがいいウェッジってあんまりないなと思って。確かに、ええやろ。いや、ほら開くタイプじゃない。そうやね、私。ほんで、ほんで、ほんでいいな、もうめちゃくちゃ開けるね、うん、バウンスあるのに、バウンサーのにめちゃめちゃ開けるから、それこそベアグラウンドとかで打つのは大変だと思う。うんうんうん、正直ね。でもほらリーディングエッジが丸いからね。でベアグラウンドでベジって打ってへんくらい、打たない、そうやろそこやね、うん、俺今までベアグラウンドでベジで打つこと想定してめちゃめちゃ考えててんけど、いや、何でか分かる？え、ドライバー打ったら、ああそっかそっか、ほとんどグリーン周りやんか、うんうん、100ヤード以上残るパー4なんかほとんどないやん、うん、ほんならもう60ヤード以下なんかさ、グリーン周り何があるか分からへんのかっていう、うんうんうん、だからできる限りソール薄いのを使っててんけど、これに関してはバンスでかいねんけど邪魔やなって思わへんねん。ちょっと構えていい？え、打つ？打っていいで。いやいや、構えたい。いや、打つのはちょっともうちょっと怖いから。なんで？なんか変なとこに後つけたら、お前構えていいって言った時に悩みもせずに60度しか構えてそう可愛げない子ええ、ティーアップの高さ、ティーの高さを高くした人いるじゃないですか、はい、ヒールに当たるんですって言ってる人いっぱいいますよね。何が良くないってあかん、あ、まずね、そう、今回一番あかん言ってる話もあかん。これちょっとタダで出したらあかんやつやわ。俺有料でやるんやったらこの話は絶対やるよ。